はい、今日はついにワクチン接種の日です。これから多摩センターに向かいます。小田急線と京王線は新宿駅スタートでそれぞれ別の道を通るのですが、最終的にここで合流します。まあ、なんか人生のね、格言みたいですよね。縁があれば最終的にまた合流すると。多摩センターはサンリオピューロランドがあります。だから駅もこんな感じです。多摩センターに来ております。なんだか楽しそうな街です。だいぶ早く着いたのでまずは腹ごしらえでもしようと思います。私ワクチン打つかどうか本当はずっと迷ってたんですよね。周りの友達に聞いても打つ人はもちろんたくさんいるんですけれども、打たない人は絶対打たないって言ってるんですよね。欧米諸国のワクチン前後のデータを見ているとやはり致死率が下がっているのでワクチン有効だったのかなと思うんですよね。これから秋冬のシーズンに向けてうちでも結構イベント入ってるのでここは打っとかなきゃなと思ったんです。東京もすごいことになってきているのでやはり自分の防御のために打っとこうかなと思って。会場はサンリオピューロランドのすぐ横です。ここね、京王多摩センターね、サンリオピューロランドはあるし、そこベネッセのね、本社ビルなのかな、もあるしね、島次郎とかね、そこら辺にね、すごい可愛くてご機嫌な街なんですよね。なのになんかね、こう接種会場は結構緊迫してたという、そんな多摩センターからお送りしました。今日はこんな格好でした。パンツは2色買いしたネペンテスの、スニーカーはエアリフト、カバンはボヘミアンズです。